はい、注目2歳戦のコーナー週刊ギャロップの和田です。はい、こっちです。はい、今週から開催代わりということで、そうですね、はい、夏の新潟スタート、はい、関西馬もたくさんね、まあ、うん、毎年ね、有力の関西馬来ますけど、今年も来ますが、はい、どうでしょう、関東、日本で取材した中で良さげなのは、そうですね、まず日曜日、はい、の芝 1600m、はい、ここに、出てくる、まあ、アメリカ米国サンバの、うん、マイネルスパイヤー、そうですね、という馬なんですが、はい、でこれ陣営ではね、かなり大物感が、大物の雰囲気があると、うん、ちょっとなんかそうですね、そのムードが漂ってますね、絶賛していますね、はい、まあこっち来てまだね、日も浅くて、うん、そんなに目立った調子やってないんですけど、うん、まあ、その辺はマイネルさんのね、馬なので、まあ確かに牧場でしっかりやってきていると、うん、いう感じですので、初戦からちょっと注目してほしいなと思います。はい、はい、まあ、同じく国田圭司からディープインパクトの3区ね、シュタインベルガーも出ますけど、はい、まあ、初戦向きというか現時点の隅川を見てもマイネルの方が上かなと、そうですね、いう雰囲気あります。ここ関西馬ではね、ライトニングロアーというステイゴールド3区、福永騎手、はい、で佐々木正造厩舎です。まあ、このこちらも評判になってたものなんでね、はい、注目ですが、日曜日の牝馬専用の結構なね、はい、そうですね、ここは除外が出そう、間違いない、必死なぐらい集まりますね、うん、まず関西は簡単に言いますと、ラビーネという安田隆之厩舎、これ1億の星の全兄弟ということで、全ノルプロイさんとなんですけど、まあ、これもちょっとバネのある動きを見せているということで、こちらも福永騎手騎乗予定、それから住井厩舎のディープインパクト3区レッドメイブという馬もこちらを予定していると。迎え撃つ関東馬では、うーん、どうでしょう、まあ、ヒーラブズミー、矢野 A1 厩舎1億の星つながりじゃないですけど、はい、ディープインパクト3区なんですけど、まあ、こちらもちょっと溜めてね、ドカンと足を使うタイプということで、はい、新潟の軽石場が合いそうなイメージあります、はい、そして何より言っておかなきゃいけないのは函館ですよね。そうですね、はい、はい、1800m の日曜日に、パリアークという馬が、はい、予定してます。加藤幸宏厩舎です。そうですね、はい、まあ、お兄さんのね、ムーンリップレイクも、うん、まあ、今オープンまで分量して出世して走ってるんですけど、はいはいはい、 そのお兄さんと比べてちょっと体質がね、うん、その方が強くて、なるほど、調教やるごとに素晴らしい能力を示してくれていると、はい、いうことで、ちょっとなんか物が違う、これも昨日マイネルじゃないですけど、これはもうかなりの大物ではないかと、マーケット背景考えても確かにね、上を見られる馬かもしれません。レースブリッジぜひ注目していただきたいと思います。はい、はい、そのあたりでしょうかね。まあ、ここから始まりまして、はい、まあ、九州3限定のね、開幕を飾る新馬は毎年恒例なんで、今年はどの馬か、ね、違った意味で注目してもらいたいと思います。はい、ありがとうございます。はい。